はい、今回もね、森友事件についてちょっと記事を読んでいこうかと思います。これは週刊文春の4月2日の記事になりますんで、今25日ですから20日以上前の記事にはなるんですけども、読み落としていたのでね、今回改めて、読み起こしていこうかと思います。タイトルは8億円値引きは問題だった。これね、森友事件に関わる近畿財務局売買担当者が赤木さんの奥さんに告白した内容になっています。今ね、新型コロナのことで世の中ってそれ一色なんですけども、絶対に忘れてはならないのがこれなんですよ。本日もですね、アベノマスクってのがあったじゃないですか。あそこに発注した業者が4業種あったんですけども、そのうちの一つがどうしてもね、明かされてないっていうことで疑惑が深まるんですよね。もともと菅官房長官はマスクには90億円しか必要ないと言っていたのに、これがですね、全額で440億円ぐらいかかったわけでしょ。ですんで、菅官房長官は90億。でも全体の予算としては400数十億。これ、随分大きな乖離がありますよね。で、マスクってのが不良品が多すぎて、ついに回収される騒ぎになったんですけども、一体何だったんだろうかって形ですよね。なんか、エイプリルフールに安倍総理がマスクを2枚配布するみたいなね、冗談みたいなこと言ったんですけども、あれが本気だったってことが分かったのが、数日後だったんですよね。でも結局は冗談だったのかなというところでございますね。まあマスクは配られないし不良品ばかりだし、で伊藤忠商事と他のね3社が関わっていた、プラスもう1社はもう闇から闇ですよね。どこか分かんないと。で安倍官邸の得意のね、分かりませんとかなくなりましたとかね、資料がありませんとかでまた突っぱねるんではないかなと思いますけども、結局森友事件っていうのも書類を改ざんしたり隠蔽したりね、それから証言者が嘘を言ったりとか、もうそればっかりなんですよ。でいろいろとごねてる間に大きな事件が起きて、もうどんどんね闇に忘れられていくと。で今回もそのマスクの件もそうですけども、なんかね肝心なことって全部うやむやなんですよね。で、今回の記事ちょっとねまたね感情的になってしまいましたけども、まあ感情的にならなくてどうするんだって話ですけどね、こういうのは法で裁くよりももう感情で裁いてもいいぐらいの大事件ですよ。もう桜見る会とかね、もういや私ね、安倍総理とか今回の安倍政権っていうのを全く全否定してるわけじゃないんですよ。一部本当に肝心なことを守ってないっていうところが何点かあって、もう一歩なんだけどな、もう二歩か、ダメかダメですよね。もうなんかね、なんて言いますかね、森法務大臣にあんな答弁をさせたりとかね、それからあれですよね、もうとにかくね、めちゃくちゃなんですよ、もうはっきり言って。で安倍総理が、もしくは安倍総理の周りにいる人がこれをね、なんか結局塗り固めてるところがね、もう腹立たしわけなんですけどもね、もうちょっとあまりの怒りにしゃっくりが出ちゃいまして、すいません。でこの記事の画像っていうのがあるんで、ちょっとクリックしてみますね。はい、これですね、記事の画像があって、安倍首相は2017年2月17日の国会の発言で改ざんが始まるきっかけを作りました。例のね、安倍昭恵さんか総理自身が関わっていたらもう国会議員は辞めるみたいなことですよね。あんなこと言うからね、めちゃくちゃになるんですよね。麻生大臣は墓参りに来てほしいと伝えたのに、国会で私の言葉をねじ曲げました。要するに麻生大臣はね、遺族が来てくれるなと言っていたというふうに受け取ってるんですけども、これはだから財務省なら財務省内の伝達不十分の問題なんで、ここもちょっと問われないといけないところだと思うんですよ。でこの2人は調査される側で、再調査しないと発言する立場はないと、まさにその通りで、もう何と言いますかね、私はね、もう今回は逃げ切ると思うんですよ。安倍総理も麻生財務大臣もね、でこの安倍昭恵さんも逃げ切るんでしょう、きっと逃げ切るんだろうけども、でもね、何と言いますか、政権が変わっても訴求して罪に問う、終身刑にするぐらいのことをしないと、もうこれはね、収まらないんじゃないかと思いますよね。よくこれで平気なもんだなと思いますよ。で、今回のタイトルに符合するところなんですけども、近畿財務局の売買を担当した職員も8億円値引きに根拠がなく問題と発言していたことが明らかになったことで、今後真相究明を求める声が高まりそうだということなんですけども、まあでも世の中はね、もうコロナ一色でしょ。やっぱ自分の身にどう迫るんだろうか、この国は大丈夫だろうかとかね、自分の店は潰れるんじゃないかっていうことで、
もうね、非常に大事なことが闇から闇に消えていくんですよね。で、結局公文書改ざんなんてする政権を誰が信用するかってことなんですよ。で、ひいてはね、今回ね、いろんな経済対策打つよとか言ってね、100兆円以上の財政出動するとか言っても、実際は16兆円だってするわけでしょ。だからこういうふうにね、嘘を嘘で塗り固めていて、もう次に、この政府に、この政権にね、信頼していいんだろうかって声が高まっているんですよね。でもやっぱりこういう時が、野党のチャンスなんですよ。野党がね、我々はこうやりますって言えばいいんですけども、相変わらず批判ばっかりしてるわけでしょ。違うんですよ。野党の皆さん。与党が弱まってる時に、その弱まってるところをつついてもしょうがないんですよ。そうじゃなくて、例えば公文書改ざんをね、したのが問題だったら、私たちは公文書改ざんしませんとかね。それから桜を見る会のことについてだったら、私たちが政権を取ったら、この桜を見る会について徹底的に追及しますとかね。政権を取ったら、その官僚とかも動かせるわけですから、隠蔽してた資料とかをね、掘り起こしたりとかできるわけですよ。アナ・クラウンホテルのことも、また別の角度でね、アプローチできるわけですよ。ホテルニューオータニも追及できるわけですよ。で、そういうふうにしていって、もうね、与党の、こう、つつくの、一時期ね、ちょっとトーンダウンして、なんかこう、我々が政権取ったらこれしますみたいな主張をね、各党がやっていただければいいんじゃないかなと思うんですよ。今、しっかりとやってるのって、れいわ新選組ぐらいじゃないですかね。他は結局、なんかね、野党を長い間やってると、野党が住み心地が良くなっちゃうんですよね。っていうのが、自分が与党になった時に、自分が与党を追求してきたかつての言葉で自分たちが責められるんで、弱っちゃうんでしょうね、きっと。いや、そういうふうに考えるしかないと思ってるんですよ。まあ、とにかく今回は、すいません、またね、記事には全然触れなかったような感じですけども、8億円の値引きはやっぱり問題だったということですよ。で、安倍昭恵さんが、証言する必要があるんじゃないかなと思うんですよ。で、もうこれ森友事件ってなってますけども、公文書、ね、偽造問題なんですよ。ずっと、森友問題っていうのは。なのに、籠池さんは、助成金詐欺で訴えられてるんですよね。全然関係ないんですよ。ここがね、未だにね、ごちゃごちゃになってる人いますけども、まあ、籠池さんに対してもそうなんですけども、助成金詐欺ってね、その詐欺が見つけられないような大阪府、しょうもないなっていうところですよ。で、今回の吉村知事も、何、パチンコ営業してるところね、なんか名前公表したけど、今ね、どのパチンコ屋がやってるかわかんない状態で、名前公表したら、あそこやってるんだってことで、多くの方をね、もう集めてるというか、無料で CM を大阪府がやってあげたようなもんなんで、いや、名前公表って、罰するつもりだったんでしょうけどもね、逆ですよ。で、大体そのパチンコなんて反社会勢力じゃないですか。警察が関与しててね、3点方式を認めてて、で、そこで生まれた金を警察が受け取ってるわけでしょ？噂によると。私は知りませんけど、パチンコもやらないんでわかんないですけども。で、今回、吉村知事がね、パチンコ屋を名前公表するぐらいだったら、3点方式の、例の売店かなんかあるじゃないですか。換金所か。あれを営業停止にすればいい話じゃないですかね。簡単にできるんですよ、あそこ。営業停止とか、営業許可取り消しとか言って。大阪府の権限で。簡単にできると思うんですけどね。まあ、取り消しができないんだったら、まあ、自粛期間中だけ、商品交換所は停止しますよって措置を取るとかね。名前公表したら、そのパチンコ屋が賑わっちゃうのは、私はね、すぐ思いつくことだと思ったんですけどね。どうなんでしょうかね。はい。森友問題のことを話すつもりで、パチンコ屋に話がいっちゃいました。今回もね、お耳汚してございました。まあ、私の想像によるところも多いんで、なんとかね、ご容赦くださいませ。ただ、問題の追及は忘れないようにしていきましょうね。森友問題は、公文書改ざん問題です。